ボルガドイツ人は、ロシア帝国時代に、ロシアに移民した、ドイツ人の子孫。ロシア革命直後、ボルガ川沿岸に、自治共和国が設立されたが、スターリン時代に、中央アジアに追放される。現在では、ロシア各地へ定住しているほか、ドイツやアメリカなどへの移住者も見られる。1719年11月23日、ピョートル大帝の命令により、 空白地の工作のための外国人の誘致が始まった。ドイツ人はエカチェリーナ2世時代にロシアに現れ始めた。エカチェリーナ2世はドイツ出身のプロイセン人であったため、ドイツ人の誘致に特に熱心であった。入植したドイツ人はドイツ南部の貧困層及びプロテスタントの中での宗教的少数派であったと言われる。 1763年から1772年までに8000世帯2万7000人のドイツ人がボルガ川下流域に移住した。彼らは沿岸の農業開発に従事する一方、東方のタタール人との干渉地帯を形成することも期待されていた。その後も移民は続き、1897年の記録ではドイツ系ロシア人は179万人に達した。 ボルガドイツ人自治州自治共和国の反とロシア革命後、ボリシェビキの民族政策の下、1918年10月19日に、ボルガドイツ人自治州が設立された。その後、1924年1月6日に、ロシア共和国内の自治共和国、ボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国の設立が宣言された。ドイツへと移住する。 ボルガドイツ人の一団しかし、ドイツでのヒトラー政権樹立とともに、1930年代後半、最初のドイツ人の追放が行われた。独ソ戦勃発後、1941年8月28日、ボルガドイツ人自治ソビエト社会主義共和国は廃止され、ドイツ人住民のほぼ全員が、西シベリアのオムスク州、アルタイ地方、ノボシビルスク州、 ケメロボ州及び中央アジアの今日のカザフスタン等に追放された。旧日共和国の地域は首都のエンゲリス市を含む地域がサラトフ州、それ以外がスターリングラード州へ編入された。1955年末、ドイツ人に対する法的な制限は解除されたが、故郷への帰還は禁止されたままだった。 1965年にはスターリンによる追放令の無効が宣言されたが、自治共和国の復活にはつながらなかった。1980年代以降、中央アジアからロシア、ドイツへのドイツ系ロシア人の移民が相次いだ。後に大量移民を懸念した統一ドイツ政府は、ボルガにドイツ人自治区を復活させることをロシアに提案した。しかし、 現地ロシア人住民の反独感情とドイツ人のロシア各地への定住の結果、自治区復活問題は立ち消えになった。大量移民により、いわゆるカザフスタンのドイツ人は1989年の約100万人から25万人にまで減少した。現在、ドイツ系を部分的に含む人々は150万人いる。ありがとうございます。